はい、皆さんこんにちは、ムケンです。じゃあね、再開していきましょう、モンパレ。レベルをね、かなり上げました。クエストがたまりに溜まってたんで、それをね、消化してたら、ジムがね、ほぼなかった状態だったんですけど、2100ぐらいまで来ましたね。5、6個行ったんじゃないかな、多分。5、6個行って、まあ、とりあえず、あとは連続ログインボーナスとか、1、2個で、ね。とりあえずガチャをね、7つ引けるんで、それやりましょうかね、最初にね。この中でね、いいの当たんないかな。7つ引いたらね、1個ぐらいいいのが出たら面白いんですけどね。というわけで、ガチャから今回はね、やっていきましょうかね。12区で探索。これはさすがに3000ですもんね。3000はさすがにちょっとできないか。じゃあ、1個1個やっていくしかないですね。はい、じゃあ、楽しみですね。いいの出ないかな。10だとレアが出るっていうのは多分ね、ドラクエではないと思うんですよね。あ、お、2個出た。2個ってことは A 以上。はい、1つ目ピエロが出ました。2個ピッピって出たら A なんですね。もっとあれなんかな、 S だと反応が3つぐらいあるのかな。まあこれいつもね、即戦力で、まあ魔法系いなかったんでね、助かりますね。はい、というわけで、次行きましょう。7つあるんでね。はい、2個目です。すごい楽しみですね。はい、レア出ろ、レア出ろ。お、1個2個2個、 A か。はい、おー、回復系もいなかったんでね、まともなやついなかったんで、ホイミンと交代しましょうかね。こっちのが優先順位高いな。魔法やるってなんだろう、初めて見るな。ベホイマっていうのは大体わかるんですけど、ベホイマ覚えたらかなり戦闘楽っぽいですね。はい、ではどんどん行きましょう。竜王出ないかな。 5% の、5% どころじゃないですね。 1% 以下で、お、2つか、また A ですね。 A が連発してますね。ブラッドソード。こいつもまあ攻撃ですかね。攻撃力高そうですね。まあちょっと剣の舞とか覚えれば別ですけど、あとピオリムあるんだ。この辺もね、多分使えそうですね。はい、じゃあ、じゃんじゃかじゃんじゃか行きましょう。なかなか引けないガチャなんですけど、今回はね、ために貯めた。お金とか使ったわけじゃなくてね。普通に、お、悪魔の騎士強そう。A ばっか出ますね。まあ、B が出ない分嬉しいんですけど、私としてはもうちょっと 5% 欲しいですね。倍切ると覚えるんだ。75かレベルが。レベル上げるの大変ですけどね。覚えた時はちょっと、あと3回引けますね。はい。続々と A が出ますね。はい、じゃあ今回はさすがに B かな。はい、鬼面同士。これはね、餌にしましょうかね。ちょっと育成して餌にしましょう。はい、じゃあ次行きまーす。次はあと2回ですね。はい、楽しみでーす。はい、当てに行きましょう。はい、トーン。頼むよ。3つ。2つ。2つか、A ですね。お、また出た。やったー、これ、配合みたいなのできるんじゃないですかね。あ、でも、今回メス、あ、オスか。前回もオスだったんで、多分ね、オスメスって大事だと思うんですよね。スーパー、このね、モンパレでのオスメスってね。はい、じゃあ、これ最後ですね。最後出なかったか。最後、期待したいところなんですけどね。2個。お、シルバーデビル。まあ、A が結構今回は出たかなっていう感じですね。シルバーデビル使えるんじゃないですかね。ベギラマとかあるんで。はい、ではね、ちょっとわかんないんで、まあ、すごく詳しい人とかね、なんか、ちょっと詳しい人はね、教えていただければ幸いなんですけど、このモンスター結構使えるよっていうのね、教えていただけるとすごい助かります。今メンバーがね、リビングデッド2にキラーマシン、で、ホイミンとベビーパンサーですね。なのでね、ここに、お、さらにジェムがゲットですね。何のジェムだろう、これ。招待コード。お、ありがとうございます。誰かあれしてくれたんだ。ありがとうございます。招待コードね、下に貼っときますんで、よかったら、こんな感じで100ジム。確か30人までしか行けないんで、まあ上限はあるんですけどね。もしスタートされる場合はね、まあ私のね、コードを入れていただくと、お互いね、ジムが入るみたいですね。はい、というわけで、モンスター、ちょっと見ていきましょうかね。パレードを組むと。ちょっとね、テーブルが狭いんで、あれなんですけど、いけるか微妙なんですけど、ちょっとベビーパンサー下げましょうか。で、ホイミンも下げて、優先順位高いのこっちかな。オーバーするもんな。もうちょっとね、このね、シルバーデビルとか使いたいんですけど、
ちょっとまだ厳しいかな。はい、ってわけで、あとは、そっか、リビングデッドちょっと下げるか。16なんですけど、下げましょうか。どうしようかな。魔法系入れたいっすもんね。これをこう使った方がいいとかあればね、教えてほしいんですけど、まあ、シルバーデビルかな。こん中だと。まあ、見た感じですけどね、あくまでね。で、ホイミンを下げて、シルバーデビルは2列目にしましょうか。じゃあ、こんなポジションでいきましょうかね。はい、完了と。まあね、竜王とかね、その辺の SS もしくは S が欲しかったんですけど、さすがにちょっとパーセンテージの関係でね、7回じゃ出ないんですね。まあ、てわけで、気合とかやっていきましょうかね。せっかくなんで、気合伝授で、今選ばれた、こいつをね、呪文系はさっさと覚えたいとこですもんね。じゃあ、いらなさそうなのを食べていきましょうかね。もうちょっとこの辺もね、レベル上げをした後にした方がいいんでしょうけどね。はい、じゃあこの辺で決定と。じゃあ8匹かな。あら、決定。はい、あ、こっちか。気合伝授する。はい。まあこれしてから行きましょうかね。多分3か5ぐらいは上がるでしょう。2かな ?2 ぐらいかな。あ、11、12、13。14。あら、結構上がった。14まで上がったんですね。はい。というわけで、まあ、こんな感じでね。もうちょっとかな、ビギラマ。まだか、25ぐらいしたっけ。まあ、とりあえず、これでね、ストーリーを進めていきたいと思います。ちなみに装備合成もできるかも。この間、布の服かなんか、何個か、ゲットしたんで、防具、ね、これ、朝の服っていうのかな。じゃあ、これを、ちょっとお金かかるんだ。まあこれをね、イベントのやつでゲットしたんですけど、三河市。なるほど、初めての、ちょっとお金かかるのと、あとしょぼかったんで、まあやめときましょうか。装備。装備合成以外の普通の装備ってどうやってすんだっけ?合成を消すもあるんだ。この辺はドラクエ10と近い感じしますね。装備ってどっからするんだろう。モンスターからかな。モンスターで、長押しは関係ないか。ちなみにね、この今イベント開かれてて、この中級ちょっと厳しいんですけど、この初級とかをね、ちょっと遊んだりしてました。ね、この中級とかね、行きたいとこなんですけど、まだ全然。なんかそんな感じじゃないですよね。はい。というわけで、今回もね、相変わらずストーリーの方を進めていきたいと思います。もう早速ね、もう5分以上経ってるんですけど、ストーリー、前回ね、東の大陸、東の大陸じゃない、この荒地の大陸のこの灯台で、行って、船で行こうとしたらね、行けなかったと。この町がね、王様が、なんかね、キャラバン隊を通すなっていう命令を出してるってことね。ということで、王様の城を目指すことにしてます。じゃあ今回はね、城到着まで行きましょうかね。はい、じゃあ、まあ、この辺もね、レベル上げをかなりしてきたんで、まあ大丈夫だとは思うんですけどね。もうひたすらね、クエスト受注して、で、スーパーライトとか、あとはね、Wii U のね、スプラトゥーン。あのね、普通の、FPS じゃないですけど、TPS とかしながらね、あ、そうだそうだ、作戦変えないと。TPS とかしながら、普通にね、これだ。命大事に。あ、間違えた。これでっけーかな。ね、ああいうのしながら、ポチポチっとだけはできるんで、ポチポチっと押してね、こう、死んだタイミングとかでね、器用にやってました。今、スプラトゥーンはね、B プラスぐらいかな。B か B プラスぐらい。で、なかなかね、A とか A マイナスぐらいは行ったことあるんですけど、なかなかね、うまくいかないっていうかね。まあその辺が今、普通なんでしょうね、私にとっちゃ。って感じで、まあスプラトゥーンのやってる間とかね、そういう時にレベル上げよう。なんかこれね、不思議なゲームなんですよね、こう。なんか、モンパレっていうのはね、他のやつとは違って、まあスマホゲーム2つともかな。ゲームしてるのに楽したいっていう気持ちをね、満たしてくれる。不思議なゲームですね。なんか、
わざわざね、ゲームしてるんだからがっつりしたいかなと思いきや、こう画面にね、目を離してもいける。それがね、まあ、確かね、これ堀井さんが言ってたんですよね。不思議な感覚だっつって。確か当初ね、2013年の、9月これ開始なんで、それ当初のプロデューサー犬塚さんあたりとお話しした時にね、そういう話が出てたと思うんですよね。まあそれをね、思い出したか知んないですけど、まあそういうゲームだなと思いながらね、見てますね。不思議なゲームです。まあ最近のトレンドなんすかね。画面を見ずにもね、自動でいけると。まあ基本ね、ボス戦とかではない限りはね、そんな感じで。はい、では1個進みましたね。はい、話見ていきましょう。わーすごい、空までずっと岩の壁だわ。この岩壁、岩壁っていうかなの間を登っていくのね。なんか嬉しそうですね、ギャロ。あ、ギャロ怒ってんだ。さっきのこと怒ってるのしつこいわね。まあまあ、二人とも旅は楽しく行きましょう。さて、大峡谷を抜け、北の端を越えれば、荒地の王の城があると。チャトル砂漠ですね、ってことで。まずは大峡谷を進みましょう。ギャロが全然喋らないですね。はい、じゃあ、ちょっとね、クエストは、ちょっとね、ここはほっといて。前の大陸とこの大陸のね、行けるとこまで行きました。ストーリー進まずにね、行けるとこまで行きました。で、この大陸がね、終わる頃に、またね、一人で、こそこそというか、コツコツというかね、やっておきますね。そんな感じで、ちょっとクエストとか見せるだけだとやっぱ退屈なんでね、ストーリー進行メインで、配信の方はね、お見せできればなと思いますんで、なんかシルバーデビルちょっとリアルすぎて怖いな、なんか。なんかあんま正面から見たいですけど、横からあんま見たくないな、結構。結構筋肉ムキムキ。なんかドラクエ10のシルバーデビルは結構空飛んでて、出てきた時も顔が大きくてなんかこう感じだったんですけど、これはなんか結構体がでかい感じしますね。はい、じゃあ甘い息を覚えたみたいで、なんかそればっか使いますね、こいつはね、リビングデッド。まあ基本こんな感じで、まあ、着々とやっていくって感じですね。はい。まあ特にね、大きい刺激とかあんまないですけどね。まあとにかくこうやっていく感じですね。あ、ベホイミなんだ。普通のホイミでいいのに。ベホイミしか覚えてないんか。まあ仕方ないですね。でもこいつ育成した方がいいでしょう。スライムも、気合伝授したんでね。そっか、なんかパワーアップかなんかすればいいんかな。同じ属性同士で、レベル10以上だとなんかパワーアップ、同種なんちゃらっていうのあって、そっちの方が良かったかもしれないですね。気合伝授よりもね。その辺もちょっと詳しくないんで、ちょっとね、学んでいきますね、今後ね。もゆけん兄ちゃん、この橋本当に渡るのボロボロで壊れそうだよ。マリンカちゃん、平気平気。アデリナ号がちゃんと真ん中を渡ってくれるわ。はい、じゃあこれが北の橋ですね。落ちた先にそこがあったならば、お主は落ちたことになる。ああ、お主は落ちたことになる。じゃがそこがなければ、お主は飛んだのだ。ん？どういうこっちゃ？はい、王様、橋の王、なんかいたな、前も。ほう、アニージャは、キャラバンマスターと認められたが、これは、ちょっと読んでなかったな。また出た、おじいさん。もみけんのことつけ回して何のつもりなの？実の兄者と会うのに、理由なんぞあるものか。それに、わしは橋の王。すべての橋はわしの王国じゃ。いにしえの巫女よ、お分かりか。クロナちゃん、マリンカ。あ、クロナちゃん、マリンカ、この人怖い。相手をするだけ無駄よ。ほっといて先に進みましょう。キノコと名乗ったからには、自らカゴに入れねばならぬ。キャラバンマスターもまたしかり。キノコ？消えちゃった。カッカッカ。キャラバンマスターとしての役目果たして兄者に務まるかな？あのおじさん一体何者なの？僕もよくわかんないですね。何者なんですかね。橋通りましたね。はい。命知らずの橋、どれぐらい高いのだろう。地面との距離は、馬車の屋根ぐらいか。いや、母屋の2階の窓ぐらい。宿屋か。母屋じゃない。宿屋か。おう、戻ったか。それで、命知らずの橋はどうだった？やはり、かなり高かったか？何？そこが見えないほど高く、風が吹くたびに、揺れるだと？私のキャラバン人生もここまでのようだ。君、ここでお別れだな。なんどういうこっちゃ？そうだ、最後にお礼をあげないと。ではさらばだな。クエストクリアしたからか。
何のこっちゃと思ったらクエストクリアか。はい、ここは橋が高いっていう話なんですね。はい、じゃあ行きましょう。まあまあちょっとね、棒読みちゃんレベル以下ですね、完全に、ね、棒読みちゃんっていうか文章をね、誰かに読んでもらった方がいいかもしれないですね。はい、行きましょう。はい、窓ハンド、まあこの辺もね、もう放置でいける感じですね。まあ薬草がね、やっぱたまりにたまりましたね。使うことなく、画面見ることもなく。今までちなみになんですけど、死んだことはないですね、モンスターがね。死ぬことはまずないかな。まあ荒れ地なんで窓ハンドだらけですね。キラーマシンね、やっぱ2回攻撃っていうのがいいですね。なんか最初1回だけかな思ったんですけど、2回攻撃に変わったのかな、普通の特性として。なんかそれあるかもしれないですね。お、ドルマ覚えたんだ。34か。ちょっと微妙かな。まあまだレベル低いっていうのもあるか。はい、レベルアップでーす。いくらだろう。そっか、わかんないか。はい、今ちなみにね、キャラバンレベルは20、結構上がりましたよ。前回ね10ちょっとだったと思うんですけど、もうひたすらね画面見ずにやったんで、それが功を奏してか、レベル、キャラバンレベルはねかなり上がりましたね。そのね、クエストで10回倒せるかザラだったんでね、だから往復往復右行って左行ってっていうのを繰り返してたんで、でそんなにねゲームしなかったんでストレスなく行きましたね。ピキ、すっごいぞ、こんな高いとこ初めて登った。はい、港があんなに小さく見えるわ。アデリナ号頑張ったわね。ヒヒーン。この町を道なりに進めば、じきにチャトル砂漠、荒れ地の王の城へ、関所がございます。そっかそっか、まだ、そう、城の前の関所でしたね。アデリナ号、もう一頑張り、よろしくお願いします。では、モンケンさん、参りましょうか。モンケンが一番クールですね。はい、じゃあ一応ね、ちょっとクエストの目的地が下にあるんですけど、ここ無視していきましょう。はい。アイテム収集。なんか、クエストかな?まあ、とりあえずストーリー。まずね、やっていきましょうかね。ね、最初緑の大地でクエストをね、見たんで、クエストがあったらね、そっちに寄ったり、新しい道ができたらそっちに行ったりとかね、しまくってたら結構時間食っちゃったんだよね。あっという間に1時間とかかかっちゃいますもんね、あれね。不思議なもんですよ、このモンパレ。時間経つのがね、なんだろうな、意外と早い気がすんな。まああんまり画面見る時間が少ないからかな。あんまり、まあ、意識してね、集中することってあんまないんで、ね、パレードなんでモンスターたちがね、もみげ後ろの方で、馬車引いてるだけですもんね。まあそういう風景を横から見てるって感じですね、後ろじゃなくてね。頑張れよっていう感じなんで、だから結構楽にね、進むんでしょうね。はい。いや、この中では結構キラーマシンがやっぱ2回攻撃なんで使えるかな。キラーマシン育成すっか。リビングデッドよりいいかもしれないですね。なんか属性とかあんのかな?そのバランス?物質系と、なんかまんべんなく使わないといけないとかね。はい、順調ですね。じゃあ次、関所見えたんで、関所ですね。お、この人はあれかな、別の人かな。はあ、どうしたものやら。あ、このままでは拉致があかんぞ、トバさん。はい、あれ、あなたは確か、やっぱそうですね、緑の大陸で出会ったマスターさん。何かお困りなんですか。君たちも行けばわかるさ。猪木みたいなこと言ってますね。マスタートバ、ははあ。世界の一大事だというのに、金座座王にも困ったものだ。王様に困ったってことですね。王様ちゃん困ってるの?いやいや、小さなお嬢さん、困っているのは我々キャラバンマスターさ。まあ、道がなければ切り開くのがキャラバンマスターの生き方。しばらく休んでから何か方法を考えるとしよう。ではまた会おう。っていう前振りですね。何かあったんだろうか。はい、まあね。行けばわかるさってことで行ってみましょう。まあとりあえず行って拉致が開かないっていう結果になるっていうのはね、大体わかるんですけど、とりあえず行ってみましょうかね。
はい、まあ行く前にね道中があるということですね。まあ回復いるんで、まあ結構ね薬草使うことはほぼないんですけどね今のところね。はーい、まあね、レベルを上げてきたこともあってか、まあ割とスムーズですね。これね、発音いつもわかんないですね。まあ、場所、ね、関東か関西か九州かによっても違うんですけど、リリパッドっていうのか、リリパッド。なんすかね。言い方がいつもわかんないですよね。発音。まあ、外人からしてみれば一緒なんかは知らないですけど、リリパッド。リリかな？リリパッド。いやでもね、これ関西の人聞くとリリパッド違うかな。なんだろうな、発音がね、わかんないですよね。はい、じゃあリリパッド。はい、仲間にしましょう。レッドアーチャーの転生前。はいはい、OK ですね。はい、じゃあ次行きましょう。次は関所かな。はい、到着です、関所。はい、ムンケお兄ちゃん、橋の前にキャラバンマスターさんがたくさんいるよ。お、まあ同じようなメンバーかな。なあ、いつになったら関所を通してくれるんだ。あ、ここの話か。早く荒地の方に会って定期船に乗る許可をもらいたいのよ。それにミコだって探したいし。静かに自分の順番来るまでおとなしく待ってるんだ。金座座王の直轄地である、チャトル砂漠に怪しいものを入れるわけにはいかん。厳重に身柄を確かめさせてもらうぞ。次、14番のマスター。しかし、我らはもう3日も待っておる。の若いの、これで、こっそり通してくれんか。な、賄賂など受け取れるか。おとなしく待ってるんだ。こう取れないってことですね。最後尾の整理券もらったけど104番だって。はあ、マスターとばが言ってたのって、このことだったんね。並んで待ってましょう。いい子にしてたらきっと通れるわ。でもいつまで待てばいいのかしら。はい、なんか幕が、お、この子見たことあるぞ。今週の冒険はここまで。砂漠の関所はいつまで、待っていればいいのかな。もう困る。お話の続きは、15年7月7日火曜日更新。来週もお楽しみに。そうなの？iPad 版はこう見たいですね。ってことで、あ、そうなんだ。知らなかった。あの、冒険の更新っていうのはもう完全に、ねえ、あの、先の話、中央大陸とか行った後の話だと思ってたんですけど、7月7日を待てということですね。そっか。じゃあ前回とか、ねえ、この、前回の更新の時はどこだったんだろう。まあ、とりあえず今は、ここで止まりですね。ってことで、どうすかな？モンパレの配信なんですけど、毎日一応ね、毎日18時配信ってしてたんですけど、これだとちょっとあれなんで、毎週火曜日とかに多分なりそうですね。ってわけで、こういうことがあるんですね。知らなかった。びっくり、ちょっと驚きなんですけど、敵所の順番が来るまで自由に旅しようってことで、まあね、クエスト、まあちょっと明日まではやろうかな。あ、クエストをメインでやりましょうかね。じゃあ今回の動画に関しては前半の7つのガチャ、あ、300ジェムかけ2100割るね、2100割る21割る3かで7で7回のガチャを引きました。でね、いろいろ当たったのと、あとはね、こんなことがあるんだなっていう感じですね。はい、というわけで、今後ね、楽しくモンパレやっていきたいと思うんですけど、やっぱり iPad 版、iPhone 版、最近始まったばっかなんでね、まだサービス開始1週間ぐらい。まあ、この緑の大陸の開放かな。まあ、火曜日更新か、1週間待つ感じなんですね。ということで、今日はね、だいたい30分ぐらいこの辺でね、終わりたいと思います。はい、じゃあ明日のお話どうしようかな。明日ね、明日ちょっと更新できるかわかんないですけど、一応火曜日ではないんでね、今日は週末なんで、次は火曜日かな。うん、火曜日にしようかな。あ、ちょっとね、毎日更新っていうのは、ね、厳しそうなんで、ちょっと日を改めてね、またツイッターでお知らせするなりね、動画更新でお知らせするなりしたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。楽しかったです。失礼します。